校なんですけれども、若林小学校 PTA、 それから親島会を中心として、たくさんの方の熱意、そして、ご参与をもって、実現しております。ぜひお楽しみいただきたいと思っています。こちらの方も早速ね、若林小学校プロジェクションマッピングということで、映されてますけどもね、どんな映像が映されるか私も今から本当に、楽しみにしております。ぜひ、皆さんと一緒にね、貴重な映像を体感したいと思っております。実を言うと、今日8月10日でお盆の入りなので、どれぐらいの人が集まるのか大変心配しておりましたけれども、過去もこれほどに、若昭愛に満ち溢れた人に集まっていただきました。本当にありがとうございます。進行に移転しますけれども、引き続き若林小学校、見守っていただきまして、盛り立てていただきますよう、お願いしまして、校長の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、校長先生ありがとうございました。続きまして、今回のイベントの主催でもあります若林小学校 PTA 会長の長谷川さん、一言もらっていいですか。お願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。今日は、ご来場いただきありがとうございます。こんなに多くの人が来てくれるとは、ちょっと思っていませんでした。はい、若林小学校 PTA はこの、旧校舎、ここの校舎が、取り壊されるということで、皆さんが、たくさん学んだ校舎、現在の生徒、そして卒業生、そして地域の方々に愛されたこの校舎が、この先10年先、20年先とみんなの心に残るようなイベントをしたいと思って、この企画を親父の会の皆さんと一緒に、企画しました。今日のこの日も本当にこの先10年先、20年先、思い出してくれたらとても嬉しいと思ってます。また、今回のこのプロジェクションマッピングに関して全力で映像を作ってくれた映像チーム、そして、音響チームの皆さん、ありがとうございます。それでは皆さん、これからのプロジェクションマッピングを楽しんでください。その前にみんなで、若林小学校の校歌を歌ってみたいと思います。
です。はい、